今日はねアフタートーク特別編ということでですね、はい、え実は上杉車種に無理を言って来てもらい、はい、そして早く帰りたたがる青青さんにもも残ってもらいましたい <laughs>、はい、どういうことかっていうとですねまあ、えー、上杉さんはずっと記者クラブ部問題をこの記者クラブというのが日本のがんであるっていうようなことを言ってるんですけれども。うん どうもまあ、ネット社会の悪いところかもしれないけどそういうことをずっと言い続けるとね必ずちゃちゃ入れるやつがいるのよね,ねあの上杉は信用できないとかそこまでひどくないよとかね、うん、でこ今日はねそうじゃないんだよということをアシストするために、はい、あくまで黒子とだからこの顔があんまり見えないようなこれかぶってるんですけど <laughs> 黒子としてですね、はい、上杉さんをアシストするためにやってまいりました。はい、それで、はい 立ち会い人として青見えりさん、<laughs> 若若者代表でお願いいたしたいと思います。<laughs> はい、実はあの,あの、ね、今はやってませんけど、私はまあ何年か前、何年か何年というのははっきり言わないのはちょっと理由があるんですが、えー、ずっとマスコミ評論やってました。はい、もうあの最初は TBS の記者辞めて、でその後、えー、まあずっと。 えー、3小説書いてたんだけどそのうち「歴史ノンフィクション」が面白くなって「逆説の日本史」というのを書いて今に至るわけですが、うん、その間マスコミ評論もやってましたでその時やっぱりあのまあ,あの彼より前の話だけどおかしいなと思うのは「日本の記者クラブ」っていう話だったんですが実はそういうことを言ってたのは、はい、決して少数意見じゃなかったんですよ、うん、それをちょっとね今日の申し上げたいんですが、はいえー、これ。 私が勝手にそう作ってきました放送素材、はい、ちょっと読みますから青見さんよく聞いててくださいねはい聞いております、はい、新聞テレビなどの報道機関は遺憾ながら今なお排他的閉鎖的な記者クラブを通して官公庁などの機関からの公式発報発表情報に少なからず依存しそれらが提供する経済的便益さ,便益さえ享受している これらのことは報道機関が権力機関を監視し市民に必要な情報を、えー、取材報道し知る権利に奉仕する責務を十分に果たすうえでの妨げとなっている。そこでということですね我まずひとあこれ一つだけ冒頭のが一番重要なんで、えー、出しておきました。はい 新聞テレビなどの報道機関は記者クラブを全てジャーナリストが取材できるよう改めるとともに情報公開制度を活用するなどして真実に基づき問題の本質に迫る取材と報道を行い市民の知る権利に奉仕するよう努めることこれはですねある団体まあ誰でも知っている有名な団体ですが 何年か前に出しした決議文こうしろとつまりもうみんな言ってること同じなんだよ、うん、上杉久さんも言ってるし私も言ってるんだけど、はい、記者クラブというのは、うん、独然排他的閉鎖的な記者クラブで環境庁と癒着してると、はい、それはあの国民の利益にならないからやめろと言ってるんだけど、うんえー、これ全然知らなくても恥じじゃないんですけど、はい、これだいぶ前のだから、はい、これはどういう団体が出したかと思いますか青木さん。 だから記者クラブに入れない人たちが作ったうんまあそうなんだけど報道機関ではないんだよねちょっとあのすみませんあの大手地上波の真似をしてめくるのを作ったんですうまくうまくいかろうか分かいやこれ紙だからねちょっとあれがついてるはいはいもうちょっと上に上げてもらうはいこんな感じですすごいはい日本弁護士連合あ、日弁連なんだ 日弁連がすすででにここうういと言ってるんよ要するに「日本弁護士連合会の決議文ですとにかくこんなことやってたらいかんぞ」と早く改めろとさっきも言ったように新聞テレビなど報道機関記者クラブを全てのジャーナリストが取材できるよう改めるとともに情報公開制度を活用するなどとして真実に基づき問題の本質に迫る取材と 行動を行い、えー、市民の知る権利に奉仕するよう努めることと言ってるんですが、はいうん、はてじゃあ次第2問です、はい、これは別に答えられなくても恥でも何でもないですがこれいつ出されたものでしょうかいつ頃だと思う、えー、あのもうあの特にヒントは特に出さないから、はい、あの3回答えていいから言ってもらっ<回>はい、ま、ず一回目 多分今2020年です私は最近、そんなニュースとかを見ていないのでそういうあの弁護士の団体がそういうのを出したというのを見ていないのでうんかなりいいセンスだけど30年前もですあは。 1999年、はい、今あの2020年21世紀だよ、はいはい、2001年から21世紀ですから、はい、1999年というのは、はい、なんとん20世紀の話です20世紀からあのまあ,あの日弁連が全て正しいというわけではないんだけれども、はいえー、日本の人権を守ることでは定評のある日弁連ですら こういういこことを言ってるんででこの時何があったかっていうと、はい、これはもうあの昔の話なんだけどあの、えー、長野の,あのサリン事件とかね、はい、あるいはカブトヤマ事件ってつまりあのこの日弁連が特にこのことを問題にしたのはまあ,あの上杉氏とか私が言ってるのはあの行政との癒着の問題なんだけどこれはねあの、はい、特に、えー、報道機関が。うん 警察の記者発表な,んでなどで、はい、警察の言うことを鵜呑みにして、うんえー、無実の人をあの罪人扱いした、うん、そういうことがあったので言ってるわけでも誰が見ても、うん、日本のの記者クラブっていうのはおかしかもねそれをもう二十何年前から言ってるんですけどこれもう一つ重要なことがあるんですがこの声明は、うんえー、ここに日付がありますが1999年。 えー、あこちらじゃなないいと載ってないんですね、はいえー、こちらだと分かっちゃうんで1999年10月15日に出されたものなんですが、はい、実はこれを報じた新聞もう名前言っちゃっていいと思うんだけど「うんえー、朝日読売毎日」この事実が載ってない。 つまり日本,日,弁連日本弁護士連合会が記者クラブ批判改善の,あの決議をしたということはニュースに載ってないいい都合が悪とうこといこは載せないこれはもうずっと後からもあったよね彼も何回も言ってるけれどもあの記者会見でその話が出たのに大新聞見るとどこも載ってない大新聞っていうのはあの当然テレビ局の。 あの裏方裏方じゃないな、はい、あの黒幕でもありますから例えば「ワイドショー」のねコーナーにもまるっきりこの話は出てこないけど、はい、実はもう21年前にすでに問題になってるっていうことはもっと前から、はい、ずっと前からこの問題はあるんですそれが表に出てこないというのがねこの辺あのお待たせしました、はい、上杉さんの出番です。ねね 本当に日弁連のねその、えー、と発表っていうのは、うん、僕も記憶にあるんですよ。うん、実はそのね半年ぐらい前に、うん、東京都庁の記者会見がオープンになるんですよね。うん、あのちょうど石原慎太郎東京都知事が誕生した直後、うんえー、で、その時にね記者クラブの解放の運動は意外といろんなところで起こるんですよ。うん、都民協会とかね、うん、あと O E C D 国連の、うん、O E C D からも声明を出して。うん なんかもう世界中流れで記者クラブ開放の日本へのもうめっちゃな、くちゃな圧力がかかったんです。うんはい、ところが今伊沢さん言った通り、圧力かかったんだけど。えー、全世界みんな知ってるんです、ジャーナリストとか知識人とか。はいうん、一人知らないのは日本人。日本人,ね、日本人だけ。理由は同じ。<laughs> 一社を報じないから。<laughs> 記者クラブって文字を。報じないんですよね。<ー>これも本当びっくりして、僕もニューヨークキイベツはもう行った時なんですけど、九十九年の十月だと。うん でそれであまりにも驚いた当時の支、えーね、局長のニック・クリストフっていうね、うん、今もうこれですよね、うん、彼が「フェアウェル・ストーリー」って言って、うん、えとちょうどね次の支局長ビオルチーフのハワード・フレンチと交代する時期だったんですよ。うん、でね3回か4回はだってねその日本の記者クラブの問題点を追及する記事を書くんですねフロントページから。でいつもだったらニューヨーク・タイムズだと、うん、あの西洋コンプレックス。 特に日本の朝日新聞とか ＮＨＫ とかニューヨークタイムズ大好きだからニューヨークタイムズ報じましたところはもう一面トップで日本の記者クラブ問題を扱ってのに結局報じた者がテレビ、新聞、通信社、雑誌え含めてゼロゼロゼロだからあこれ外圧効かないんだと外圧効かないってすごいことだねあれすごいででもそれでちょうど僕もねその99年の えー、時に岩瀬達也さんというジャーナリストがやってましたね。講談社ですよね。ビューズっていうところで、えー、まさに記者クラブの都庁記者クラブの問題を扱う連載をやっていて、うんえー、新聞が面白くない理由っていう本を出発するんですよ。うん、で、九十去年に文庫本が出るんですけど、うん、で私がニューヨークタイムズに入ってこれちょっとおかしいよっていうことを講演とかで言い出したんで、うんえー、その文庫本のあと書きに私があの。 世界中から見た<ー>、えー、この記者クラブっていうのはもう世界から笑われてるんじゃなくて、うん、もう異常なメディアシステムだということで、ねえー、心配されてるよというような論調で書いたんですが、うん、まあそれがね、えー、私が書いたら他のやつは全部載るんですけどその部分だけは削除、うん、全部テレビ局も新聞も。でまだね今みたいになってないけど。うん えー、あおそらくこれは、えー、相当な問題なんだなと、ね、何の利権が腐れてるんだろうということでそするとね伊沢さんはその前ですけど、うん、同じ時代に櫻井よし子さんというね、うん、当時日本テレビの「今日の出来事」っていうをちょっとやめた直後だったのかな、うん、で彼女は、えー、クリスチャン・サイエンス・モニターっていう新聞社に働いてたんで、うん、まあこの記者クラブ問題の話をしに行ったんですよ、うん、そしたらもう3時間半ぐらいこれ大げさじゃなくて 2>,、うん、2人で。 これはおかしいと。でその後カニセスイさん、当時ね報道特集でしたっけ。あ違うスクープかな？テレビ朝日のキャスターれててあカニセさんね最近オプイド出てますね。でカニセさんもタイムとかね AFP とかにいたんで。でも海外メディアの人間に行くと全員が行く同音に。もうひどいシステムだと。これ日本の成長を阻害するし将来的にはこれが。 えー、あの西洋の言葉わでね砂の,頭砂の中に頭をつくむダチョウという言葉があるんですけど、うんはい、この問題を触知しないと大変なことになるぞって言ったんですよ、うん、つまり日本から情報が出ていかなくちゃなくて日本に情報が入んなくなると、うん、そして東京支局っていうのはまあね世界の中心だったんですけど、うん、海外のロンドンと東京が、うん、ここからいなくなるよと都会には、うんうん、これちゃんと書いてるんですよこれは後ののの支局長のハワード・フレンチという えーっとね、当時、えー、ティム・ラリマーっていうタイムの支局長とかはみんな1999年2000年までにこの問題が出て書くんですで書いた。書いてもう全世界のメディアが書いてるのに、えー、繰り返すように日本のテレビ新聞通信社は。 記者クラブって文字すすら書かないわけですよだからね彼が常々言ってるもう一つ正しいことは英語の壁っていうことでね、うん、要するにあのニューヨーク・タイムズには一面載ってるわけだから、はい、それ読めばいいわけで、はい、そうすればあのあ日本のやってることはすごくおかしいな、うん、で今このままでいくと東京から記者がいなくなっちゃうぞっていう予測というか予言は今年実現しちゃったんだよ、ね、もう全部あの香港であの自由な報道ができなくなってでニューヨーク・タイムズがデジタル機能をですね 東京でではなくてソウルに移したんですよあ<ー>僕はあの結構韓国に批判してますけれども、うん、ことこの件に関しては韓国国の方が国際水準ですね、うん、ちょっと僕もあの分からないとこあるんでこの間あの彼に電話して聞いたんだけれども青瓦台ってあのアメリカでいうとホワイトハウス、うん、大統領会見の時に、うんえー、その記者,あの記者がね例えば日本の記者でも誰でもいいけど。うんはい 大統領会見に出たい時どうしたらいいかっていうと例えば自分はこれこれの実績がある記者ですっていうことを申告すればパスが出るんだよね僕も世界大の会見は2003年の1月のノムヒョン大統領就任時に出たんですけど申し込みますよねもちろん韓国の方に。でそうすると何が起こるかというと韓国の要するに外務省ね向こうでいう外務省が東京の在外 こっでいうとこっちでいうと韓国の東京大使館に問い合わせするわけですよ韓国大使館に。でお前日本にこういうジャーナリストから申し込みがあるんだけどこいついるかと本当にいるかとで、本当にジャーナリスト活動してるのかそしてさらに過去に犯罪歴とかテロリストへの協力とかないかとそういうふうに一人一人の個人情報を探るわけです。であこれはもう日本では結構有名なジャーナリストだとあるいはねテレビ局のキャスターだと。 そういうふうにやると出て韓国の大統領の記者会見に出れるわけですよ。うん、これも韓国のみならず全世界だからそうだ,だからそれが世界の常識で、うん、世界の常識を問題にするには、はい、するのはその人のジャーナリストとしての実績なんだよね。はい、ところが日本の場合例えば大学出たての人間がですね、はいえー、例えば大手の新聞社なんか入りますよね。そこであの報道に配属になって例えば官邸の記者クラブに配属になると。 あの登録するわけで、あの私あの新しい朝日の記者で官邸記者クラブに入りましたっていうと、その日から大臣の会見とか出られるんだよ。新卒とかだからジャーナリなんか何の関係もない。まあ実際もっとひどいんですよね。あの今言ったように2003年の韓国のシステムだし、ノーボーダーがずっと一貫してあの国連総会とかサミットとかホワイトハウスに入れるのは、実はそうやって個人個人に申し込んでるからです。 でそのノーボーダーが取材できないのは唯一世界中で日本だけなだけですけ入るでもう一つね今言ったように伊沢さんがじゃあ日本人はどうやってるのかというと、うんえー、個人個人の紹介ではなくて、はいえー、会社組織なんですね、うん、だから、まあ、伊沢さんの言葉で言うともっとひどいってのは何かというと、うん、テレビ朝日に例えばアルバイトで入って入ってもいけるんですかで官邸の方に、まあ、ちょっとあの明日照明とカメラの補助手はい っっっててくれ言たらパスが出るわけですよそしたら官邸の方は何するかっていうとそいつがテロリストかなんか関係ないんです犯罪者だろうが殺人者だろうが性加害者だろうが関係なくパスを出すわけですよ。どうしかとていうとテレビ朝日さんが出してくれって言ったからこれ日本だけなんでそれで僕は2001年にテロが911に起こるんですけどその後に今度ね全世界の記者たちとかが。 これ危ないぞと日本の会見はだって総理会見でこうやって証明を持ってるでしょで TBS の記者が記者ていうかアルバイトくんがこうやってマイクこうやって持ってていきなり総理が来た瞬間にバッて抜いて重なってバッてやったら誰が責任取るんですかと。テロが発生する可能性が高いから日本の記者会見はもっと危ない会見って冗談にな言われたんですよ。ととところが日本に来る海外フリーかそううい人間は どこの馬の骨ともわからない人間の人いると危険だと。<ー>もう話が噛み合わないでしょ。はい、噛み合ってない、ね。噛み合わないと、それを真面目に言うんですよ。無自覚に。<ー>だから僕はその時に、あ、日本のこういうジャーナリストたちってバカなんだなと。<laughs> 最初バカだけど <laughs>、分かってないあのことだから教えてあげようと思ったわけど、はい、記者クラブっていうのがあってねと。はい、そうするとどうなるかというと、はい、まあ2001年ぐらいからね、こういう本を書き出したんだけど、はい、記者クラブがある。 言った瞬間に、「海外よ!」から議論になるって話ができるのはさっき言ったようにもう名前挙げてもいい岩瀬達也さん伊沢本彦さんでしょそれから辛坊二郎さんこれは p 通信だから桜井佳子さんに兼瀬誠一さん日本人では。